あ、どうしようかな。カヨス君とメディさん変わるか。あ、ありがとう。あ、はい。く？一徹。うっす。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです、メディさん。お久しぶりです、はい。もう呼ばれないかと思いました。ラブドリコ。まあ、呼ばないつもりやったんですけど。なんで？呼んで。じゃあもうお久しぶりです。先週ぐらいか、世紀の大クイズがあって、ああ、そう環境ありまして、なんか変な、なんかニューハーフのところエッチしやってきた。関係あんのそれ。女の子から言いたいことになっちゃった。メイさん、あれこうあれですか、ラブドールに対しての。今めちゃくちゃ探してます。すごい探してるんですけど、今の抱いてる嫁がね、なんか訴えかけてるんですよ。まだもうちょっと私で置いてかないで的な感じ。そうです、さすがに今だって ね抱いてる場外なのに新しい方はね浮気になっちゃう。はい、なんですかこれ。これはあ、これはニンニク。重さ的には1キロぐらい。はい、何粒ぐらいのこれ。これもう100どころじゃないんじゃないですか。100どころではないよね。はい、この3人、怪物くん、ドイちゃん、メイデンさんで新ユニット結成しようかなと思います。新ユニット、はい、人気ユニットにしたいなと思って。あ、一応ユニット名がポコチンヤワヤワクラブ。1回分だってな、あの ED 治療の CM に出てるぐらい。あ、1回そうですね、電気治療をして、なんかチンチンのところになんか電気ショックがあって血管をこう広げる。おお、要するに血管がここまで来てなかったんで。来てないってことないの。そうそうそう、40万ぐらいのタダで。おお、で、どっちも。そうね、床を何の部屋で。機能不全で、もう室内調整しようか。はいはい。で、メイデンさんもですね。これ、まあ、チンチン単純にちっちゃいってだけですよ。硬さはどうですか。硬さはあ、その、ヤワヤワクラブの人間として、その、ライセンスはお持ちですか。ヤワないです。でも、嘘はつきたくないですよ。自分的には、硬い自信はありますね。ちょっと。でもなんか、一人の楽しみ方が、普通の人とちょっと違う。あ、だから手じゃもう今、勃起できないんで。そんな方でしか構えないんです。だから大きくはなります。ED とはちょっと違いますよ。いや、メデさんは ED ですね。なんでED のあれが分かんないから、ちょっと、いやでもバレるから、バレたら炎上するから。嘘やったってこと。嘘やったってこと。炎上するから。あ、でも確かにちょっとシアリスはたまに飲んでます。シアリス何でしたっけ。ジェネリックバイアルみたいな。はい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 。それは確かに飲んだらすげえギンギンになりました。え、それ何。失礼ですけど、これ何のために飲むんですか、それは。いや、これ普通になんかオナニーが楽しくなるよっていうのを同居人だったらインポッシブル日向さんに詰められて、はい、でインポッシブルのやつ。インポッシブル名前がね、インポ。つまり飲んだ、確かに通常でギンギンになったから、はい、もしかしたら通常やわやわなのかもしれない。だから俺見てもらってないから、誰にも。かどうかわかんない。観測されるまで ED か ED じゃないかわからない。わかんない、そうなんですよ。で、それが怖くなんか関係あるんですか。だから、ニンニクをみんなで食べて、ポコチンやわやわクラブの一つ目の活動として、ちょっと、よく言うじゃないですか。あ、勢力ね。ちょっとあの、売っていきたいんですよ、このユニット。YouTuber でも、スカイピースさんっていう。おぉ、はい、あの人が、あの、青春シュワシュワクラブっていうユニットがあるんしてます。青春少女、若者に大人気、でまあそれの勝手にちょっと弟ユニットとして、ポカチンやわやわ。あの怒られる感じだったら、あの3人だけで行ってきてな。俺もちょっと被害者みたいな顔するから。やっぱり長いこと芸人してたら、ああいうこと言うのは仕方ないですかね。止めなかった僕も悪いですみたいな。ドイちゃんはスカイピースと親友やから。あ、親友。じゃあ OK。じゃあいけるよ。じゃあ、ようやわ。何してない。視聴者の皆さん、あの、チクらないでね。青春少女クラブは、あの、青ラブっていう、青春の青に、クラブのラブで、青ラブっていう、ポコヤワ。ポコヤワの第1回の活動が。とりあえず、どんな食い方してもいいですけど、全部食おうって感じ。過酷だな。プチ知識出していいですか。はい、生は殺菌力強すぎるから、ダメなのよ。あ、なるほど。普通に病気になっちゃう。あ、なるほど。俺、最近除菌が食ったんですけど、ね。え、加熱すればいいってこと。加熱すれば大丈夫。はいはい、でも、そう、2、3菌だったら全然大丈夫。じゃあ、ちょっと、最初生でしょ。生は俺、めっちゃ好きなのよ。なるほどね。美味しいじゃん。はい、ここ、辛っ。辛っ。うわっ。うわっ。マジで。やばいやばいやばい。
人気なるねこのユニット。いや本当に人並みたい人並みたい人並みたい闘争本能が。いやなんかこうしたいこういった方がやばいひっくり返したい。ちょっとやめてやめて畳もう汚さないちょっと。もう止まんないよ止まんないよ。生は無理。ちょっと一回おきましょう生。若者に人気出るなこのユニット。あれはそう。帰ったらダメ。とにかく火通さなあかんってことやんな。そうですね、焼きニンニクにしたですね。ああ、そう。卵入れようかな。ああ、いいんじゃない。耳とかで。か、どっさり揚げるでもいいで。ああ、揚げるのいいじゃん。これ水飲んじゃダメなの。ああ、いいですよ別に。でなんか、さ、どうだよ。胸が痛い。え、これ死んだ場合なんか出ます。じゃあとりあえずあげる。あげましょう。え、か水とかない。あ、ないですね。おい。ないことない別に水道ひねり出る。固くしたいね今日は。あちんち水飲んだらやくなっちゃう。あ、なるほど。軟水だけに。え、やかましいもん。ノリツッコミしは強いな。軟水だけに、やかましいのこれでした。我慢できる。うまいこと食べた。マジで？うん。でも美味しいは美味しいから二十歳まで。まあまあない。美味しいよ。あんまやばいからさないじゃん。そんだけでいいの？ちょっともっと入れよ。どうせいやどうせ食うんだからと。いらないんだからと。帰れないんだよ。ちんちん今へこんでるんですけど大丈夫か？お腹側に入ってるの今。メイデさんは今日もあれですか、あのお家から来たんですか。はい、チャリで。はい、ヒルカワさんと一緒に住んでるんですか、まだ。あ、いや、ヒルカワさんも引っ越してました。稼ぐだけ稼いで。え、じゃあ誰もいないですか。いや、今同居にオーディションいたしまして、はい、無事ピン芸人、うん、女のイーラってのが入りました。女の子ですか。はい、女の子です。へぇ、めちゃくちゃやべえやつです。入居者オーディションの時は一番まともだったから入れたら性欲すごいのかバイブレーター12本持ってて。おう、使い分けるんですか。12本使い分けてます。うんにょんにょ動くやつで、最近メイデンさん、メイデンさん助けてくださいって言って、あそこに唐辛子入れちゃって抜けなくて困ってるんですよ。刺激欲しくて唐辛子入れたら奥に入っちゃって。あー怖っ、痛っ。そう、いつ入れたんだよって言ったら昨日入れたって。えぇ、ー、じゃあ1日お前あそこに入れたままだったの。はい、結局産婦人科行けよって産婦人科の先生に何て言えたんですかって言われて料理してる時に入っちゃいました。ここぐらいめちゃくちゃいい匂いしてんな。めちゃくちゃうまい。これうまそうやん。あーでもやばいです。はい、ね、まだこんだけなんで。ちょっと待って、先がお前やられ。でもこれ全部米だと思ったら、ね、うん、全然余裕思いました。おあ、今味ないね。味がないね。え、前ほどの刺激的な感じ。ない、消えた。ただ味がない。そんなに。ポコの方はどうですか今。どうだろう。ちょっとお互い確認しちゃって。ちょっと、ああ、もうふにゅふにゅ。ふにゅふにゅ。ドイちゃん確認しちゃって。ドイちゃん。いやいやいや、ダメダメ。ちょっと確認しちゃって。あ、結構大きい。え、本当だよ。ちょっと玉痛い。玉病気でしたっけ。静脈静脈瘤ってね。精子が逆流しちゃう。精子逆流ってその出発点が睾丸じゃないですか。睾丸で出るときに寸止めとか出し切んないと途中で止まってヒューって睾丸の方に行っちゃって途中で詰まって炎症を起こしちゃう。行くときは本当出し切んないと言ったのに。あ、体出しとかもいいんだ。それか、そう、体出しは一番ダメ。体出ししてるの。何、体出しってない。出ないってやつ。そう、出ないです。行ったのに出ない。そう、えぇ、体一番ダメ、一番ダメ、一番ダメ。めちゃくちゃ腹ですよ、床もなしすぎて。床もなだと、だからこうなるから方向が逆になるから。そう、あ、だからか。体出しは出ないって出ねえんだ。ダメ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 。行ってる感はあるってこと。あ、行ってる感めちゃくちゃ腹がに。あれ、なんてじゃないの。うわ、あ、うまっ。え、正直あんま変わんないやん。うわ、あ、来たこれ。なんか料理したいね。素揚げで全部はちょっと。何作ります。え、卵ある。卵焼き。卵焼き絶対うまい。殺してもいいんですか。いいよ、何してもいいよ。あ、ミニクドリンクとかどうですか。ミニクスクスクスって。そんなのあんの。
やってみたら、はい、両一気に消費できますよ。コントリンクですよ。ドリンクってどういう、あ、どうして全部ニンニクが配るの。リンゴジュースみたいなことです。あ、そうそう、 100% 感じ。大好き、大好き。なんか本当に痛いですね、これ。よよチシロがチシロ、俺もちょっとニンニクのチシロ、ニンニクのチシロって何グラムか知らないよか。じゃあ、はい、次は卵焼き作ろうかなと思って、はい、この準備の間にニンニクの致死量調べてましたけど、いや、もう3つ食ったら死んでる。そう、生ね、生で焼き場で大丈夫。じゃあ卵焼き、うん、あ、それに練り込むってこと。ニンニクを、あ、そうです、おろします。で、おろしてくれるのはこの2人です。豪華ゲスト。豪華ゲストもういっぱい使っちゃって。じゃあ、ドリちゃんが言ってたニンニク 100% ジュースはどうする？あ、やりたいですね。それはさ、もうそこに入ってるやつがそれってこと。そうですね。これで、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 あとはもう死ぬだけやん。死にそうなんだけど、え、死んだら2、3本ですか。どんぐらいずつぐらい知ってますよ。まだ10個ぐらいですね。なんですか、我々なんか罪を犯したんですか。いや、でもそのこれから若者の人気のユニットとして、そっか、下積みですねこれ。ここやわくらやっぱユニットってあれなんですよ、ここでしか見られないっていうので、結構女性ファンとかがつきやすいですよね。またカズ君食い出したけど、どんぐらいいきます？それあと、もうこれで一回やってみます。はい。じゃあそれを卵の中に入れるってこと？どうしよう、どうしよう。だからお前が勝手に食ったよ。ういー、うわ、すげー、すごい、ちょっと高いか、うわ、すごい、すごい、すごい、大丈夫これ。オーバーテンス。あ、ならない、全然。なんかやばくない、やばくない、やばくない、呼吸ってやばくない、ちょっと、呼吸ってやばくない、スムージーみたいな。あ、でも美味しそう。うん、美味しそう。何した？言いづらい、本当に。砂漠、砂漠じゃないですか、もう。ニンニクが強すぎる。わ、これがまだ全然。あ、匂いめっちゃいいじゃん。あ、匂いはすごい。うん、バターあったわ。バター、あ、バター。なんか楽していいのかな、バターで。もういいね。美味しく食えば。違う、もう趣旨間違ってる感じですよ。うちはチンコバキバキにするために食ってる。もう、辛く食うだけじゃない。チンコバキバキにして、若い女の子のファンを獲得するために。そう、それだから。あ、バター、バター、バター。バター、バター、バター。すいません。何これ。待って、なんかこれ、なんか、いい卵みたいな。美味しそう。これいいんじゃない、本当に。これなんか、あんまかっこいいな。女子高生とか真似するんじゃない。はい、はい。若い人の口では全然ない、なくなっちゃう。全然食ってないよ。あ、そうですね。あ、じゃあどうぞどうぞ。あ、うまっ。卵意外と食えるな、これ。で、ちゃんどう？うまくない？はい。これ何食ったらいいんですか？じゃあ、これ塩こずやった方がいい。うまい。かければかけるほどうまい。バターがちょっと、バターがうまい、うん、バターが美味しい。バター炒めにしたいやん、次。あ、バター炒め、うん、いいかも。ああ、ハンモネーソーとかね、ホネーソーないんだよ。え、美味しくない？美味しくない、なんだよ。うん、もう一個。あ、いいね、いいね。え、もう3分の1はいったね。お、すごい。わ、色もいい、色。いや、どんな感じですか、チンコの様子は。あ、チンコ、チンコ、あ、あれ変わんないな。ベジャンちょっと軽くのそうです。わかんない、これどこだそれ。おお、いい感じ。え、軽くこれトイレあるんですよ。トイレあります。ちょっと食べたら笑いで取りに行くんだとしたら邪魔。成立してねえなんて。もうちょっと、ちょっと強めでやった方がいいのかな。強めでカラッとやった方がいい。じゃあその間ドイちゃん 100% ジュース作っとく。あー、作ってやつ。これ ED って改善される。されるされる、絶対される、絶対される。いい感じっぽくないですか。うまっ、できてる、できてる、できてる、ちょっとお皿出して。はいはいはい。わー、美味しそう。これつまんないボケしてる。なんだよ、おい、多くない。あ、そうだ、じゃあいいよ、いいよ、いいよ、いいよ。
多くないは多くないよってことだうまっ。おう、団地でしょ。これ一番うまい。カロス全然食ってないよ。あ、本当ですか。うん、まあ店で出すのか。おう、片打ちくない。大丈夫ですね。どうしたどうした。あ、いや、メインさん優しい人なんで。全然大丈夫。どういうこと。何でしたの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 。いや、まだエロ飲み会一人いた時にメインさんが、うん、ファーって帰れなくなった時に、あ、いやいや、自分に1万円渡してこれタクシーで帰りなみたいな。エロ飲み会ってなんかエロ YouTuber のエロ飲み会で行った時に、あ、いえ、うわぁ、エロ飲み会はどうやったんですか。それはもう持ち帰りって気づく。なんもなく。アイドルの卵とか。あ、そう、なんかちょっとね、かましてきたんですよ。私今度事務所入るからみたいに言ったら、そう、そりゃ出せないですよ。いや、手も出せないし、ステージも出せない。なんか最悪の漫談。言いますけど。でもそのアフターないの、アフター。あの、LINE 公開してたじゃん。あ、ありがとうございます。その時、ビジョンがいたんで、めちゃくちゃ行きたかったんですけど。キーを逃しましたね。キーを、これ本気に読んでるから来ない。赤坂が来ない。来たの来てたんですけど。楽しそうやな、みんな。最近の小杉さん、横井さんの3人で交換しました。え、小杉さんがめっちゃぶん回してて、MC で。横井さんもあのゲロモードになっちゃってた。まあ、自分も途中でベロ中とかなっちゃったりしたんですけど。気持ちした後にその女の子すぐ帰っちゃって、横見さんと小助さんだけなんか女の子2人と新橋の闇に消えていきました。じゃあ小助卒業。いや、分かんないですけど、横見つくんですか。小助だけ残って、そう、あんなのだってバケんじゃねえさっきベロチューしたのにできない。そんなことあんの。なんかベロチューして、なんか横見さんと自分刺して、なんか他人でホテルに使って言われた。おう、どっちか一人でやってあげるよ。いや、行きたい。おい、なんでボーナスゲームじゃねえか。お前ちょっと横に勃起してきちゃって。自分の立ちでニンニクだけは今持ってる。あ、ちょっと立ってない。お、ほんでほんで。あ、ベロチューの前だったんで、それがベロチューしてからと帰っちゃったんです。おお、え、それは綺麗な声だったの。お、はい、声だったんです。なんか、ここに絆創膏貼ってましたね。性病だね、性病だね、性病だね。ここ何分かずっと最低。楽しそうだな、みんな。俺呼んでくださいよ、ちょっと。毎回呼んでくんないのね、これ。やばかったっすね、でも、怪物くんなんか。一緒にキャバクラ行ってたんですよ、キャバクラと。え、二人で。あ、もう一人言って、すごい、他に見たんですよ。あ、で、キャバ嬢になんか、あの、金払うならデートしてあげてもいいって。やって、キャバ嬢、ドン吉です、ドン吉です。あ、いや、だって、そんぐらいしないと、やっぱ、一番時間作ってやってんだな。そんぐらいしかってくるやつか。あ、まあ確かにな、その考え方はもう 100% 正しいから。そうですね。何で僕が行くの。人の金だったから。ああ人様のお金じゃないと出歩かない。そのまま早く吸って、これ早くドリンクつくんでしょ。ドリンクの、ドリンクはどんな感じですか。それそれがこれを、これをコップ一で。じゃあコップ用意して。おお、うわ、それがでじゃね、ニンニク 100% のジュース。あー、 100% ジュース。うん、うん、どう。割らないと俺ですよ。いって見た目的に美味しそうだなってのは思う。あー、あー、なんかいけそうな気がする。なんか生のニンニクがさすがにきつかったよ。うん、生と変わらなかったすりおろしはそれは生やから。うん、スカイダイビング前ですか。行かなきゃっていう人、手が動く。行きます。来た、もうちょっと、もうちょっと畳やめて、もうちょっと畳やめて、ちょっと待って、やだ。おかわりちょっとしてほしい。ダメ、これダメ。これちょっとこれで待ってみて。何それ。いちごカルピスラテ。おお、あ、まだ、え、うそ、まだ、はい、はい、いやいや、あ、あら、いける、もうちょっと飲まれて。これがドヨちゃんのニンニクカルピスかな。ニンニクカルピス、はい。次何作るの。次はニンニク味噌スープ。ああ、
で、これも入れます。ああ。はい、あとちょっと、何か。脱衣でしょ。そういうこと？ちょっと、半分。半分。もう半分は？半分はチャーハンにします。おお、はい。米あるの？米ある。そろそろお腹空いてきたな。全然その、めちゃくちゃ食ってんのに。そう。なんだよ、つい。今日おじさん、あんまこんなに言いたくないんですけど、寝不足できちゃったから、女の子となんかやると思って。いや、なんすか、女の子とやると思って。女の子で。ゲストで。ゲストで来て、なんか、話、イチャイチャするのかな。っていう誘いやと思ったってことか、はい。あ、残念でしたね。それはそれは残念でしたね。私も言っちゃうから、ね。全然立たないんだよ。でもメイディンさんあれですよね、ドイちゃんのその合コンの話でギンギンになったんですけど、うん、今まで全部戻っちゃいました。なんかないの、ドイちゃんそういう話。そういう話、まあ、ススキノでまたあの、うん、サボも行ったんですけど、お最近北海道行ってきた。あ、北海道行ってきた。史上一番タイプじゃない話なんですよ。そ、逆になんか興奮してなんかあの可愛いとかそういう情報一切ないんで、うん、どういう気に取った気分になるんですか。人間として気に入られようという気がないから、はい、もう本能で犯してやろうっていう、めちゃくちゃにしてやりたいって気分なんですよ。すごく汗っかきだったんで、もう汗をこう垂れて垂れて、もう可愛いこと興奮してたんですよ、実は。え、ほんと自分が一番タイプじゃないことやったのが、え、全然すごいセックス。そうなの。可愛いことやるのもいいんじゃないの。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。あの都市伝説は。え、どう指紋できた。あれちょっと浮かばなかったのよ、その相手の絵面が。やっぱベロチューとかないと。ベロチュー、ベロチュー回してください。ベロチュー回してください。ベロチューっていうか、おしっこ飲んだことあるんだ。はい、誰の女の子の。美味しかった。はい。美味しかった。会計前みたいなこと聞くけど。今日美味しかった。この前その彼女って月にあの初めてエッチした子の男がエッチした時におっぱい目隠しみたいなのされて、これは何みたいなの。後ろから前でこうやっておっぱい目隠して、これおっぱいのどこって言ったら、おっぱいのどこって、おっぱいのどこらへんみたいな。で、下乳とか、あーなるほどね、上乳とか。え、おっぱいの上の方って上乳、上乳、下乳、下乳、下乳って。あら、いい感じかな。そうですね、もうちょっと入れたいけど。つぶして、これ、そうそう、意味わかんない。これ何やってんの。何やってんの。え、これゲロはここダメでしょ。うんこもダメでしょ。うんこは全然、こっちも来たら、うんこも来た。あ、うんこ、まあ、うんこだったらいいっす。うんこいい。え、うんこ食べてくれる。いやいや、いいっす。それは、なんでそんな高い。美味しい。確かに。いや、でも、美味しいかなって確かにな、何その流れ。はい、器3つ持ってきた。あ、そうそう。なんか、あれやん、冷たくない。今日ですか。そう、ちょっとなんかしたらすごいわみたいな。これは味噌と。味噌とニンニクです。これうまいと思うんだよね。うん、あるぞ。少なくないこれ。ちょっと。もっと。いやあだ。いいだめだ。あだ。だって会話するさっきからずっと食べてないもんな。生を数個食っただけで。うん、生6個ぐらい。生は別にこの気じゃない。バターのやつだって卵のやつだって一番少ないですよね。そうそう、ああこれ。どうぞ。残りでじゃん。残り半。でちゃんともうシャって言った方がいい。あ、そうだね。僕行って。ああ、全然全部全部。ちょっとやばい。ちょうどいいよ、ね。オッケーオッケー。うわやばい。いただきます。これ正解。これおうまい。おいしい。おいしい。ましたね。おいしい。おいしい。うまいっす。あとカルピスのね、味っす。確かにね。塊のニンニクの方は。塊のニンニク。これ1位ですね。おお、ほんまに。玉ねぎみたいな。ああ。ただ臭くなってくるんで。違う。なるほどな。わかんない。ちょ、ドイちゃんのやつちょっとカルピスにやって。うわくさしかもよだれ。じゃあちょっとカブツムのやつ、じゃあドイちゃんにやって。ユニット系の動画はこういうなんかあのイチャイチャ系のちょっと BL 風のなんかイチャイチャシーンみたいなもんね。女性ファン食いつきがいいかも。多すぎるなこれ。めちゃめちゃ多いんだけど。うわ、それ仲良くしてる。仲良く、あ、そういうことっすね。自分メディさん組んだり入ってるんですか。入ってるよ。入ってる。やった。あ、メディさん組んだっていうのがあるんですか。はい、なんかっぽいのが。へ、メディットあるんですよ。メディットしかない。
本人が俺横で。それはメンバー誰がいるんですか他に。ボスケとリッチメと何者ねだ山崎さんとメイデさんの4人です。4人ですね。引き役のメンバーですこれでいろいろニコ生配信。はいはいはい。どうする？続ける？チャーハン食いたいです。あ、チャーハン食いたい。でも徹底的に火入れようか。そう、徹底的に火入れようか。そうですね。生は良くないし、セックスと一緒ですよ。生は良くないし。チンコの予想どうですか？気持ちいい。気持ちいい、気持ちいい。あ、気持ちいい。チンコないよね。ないですね。ないですね。これ、陥没してるんですよ。行きましょう。まず一旦素揚げする。素揚げで。OK です。フライドガーリックみたいにして、でそれをチャーハンにすると。ああ、食いたい。これは多分普通にうまいと思う。最後俺はリーダー。生やだよ。お前だから生でやるから別れたんでしょ。え？生でやった。あ、彼女と。いいよそれ。なんでやめてやって。なんか最近ってした子に入れたらなんかそれで本気って言われたんですよ。硬さが。うん。これちょっと調子悪いかなって言ったけど、嘘でしょって言われたの。これで本気って言われたの。そんな敵キャラみたいなこと言われたの。まさか全力じゃねえだろうなって。やっぱ柔らかいんですよ、基本的に。やっぱ柔らかいクラブなんですね。最初に言ってよ、めっちゃおもろいよ、その話。やっぱなりたいですよね、そう言われたら。ちょっと置いて。おちょっとここまで来ました。カナダから行く。ドイちゃんのドリンク、ほんと撮影用意。おぉ。味の素。味の素。おぉ。はい。はいはいはい。じゃあ起きたな。これで達成ね。はい。おぉ、どうも。鳥が走ってきます。おぉ。急にボルテージやばいじゃないですか。いや、余裕です。はい、じゃあ、ラスト。ガーリックバターライス。うん。いただきます。いただきます。もう、これよ。最初がこれさえ終わりました。あ、おいしい。うん。うん、まあまあまあ。はははは。こいつマジで。おぉ。あ、終わった。なんか目的が変わってる。うなぎとかでよかったじゃないですか。それは無理でしょ。何が面白いんだよ。違う、趣旨違うよ。面白いけど、チンコバキバキにしたら面白いですよ。バキバキになりたいよ。アイクぐらいじゃないけど、アイクぐらい。使えないから、これ。考えてくれよ、ちょっと。メデさん、あれ、関わりあったんですか？ないんですけど、最近すごい YouTube 見てて。アイクの。面白い。面白い。あの人。まあ、でももう、終わりです。一番熱いのに入ったよ。ずるいよ、なんでこんなものがまた。だから叩かれてる。叩かれてる。最近ドイちゃんアンチがめっちゃ多いから。やばい、自分のチャンネル最近8割アンチコメント。どんな気持ち悪いんだよとか。いやだからそんなんでやってけんのかみたいな。やばいこと思ってます。もっと言って、もう治安がいきなり悪くなりましたね。もっと言ってあげて。自分のもので撮れてるアンチコメントをもっと自分から言えって。俺もそんな目にあった時期だった。いやだから昔ドイちゃん可愛いとかさ。原因はなんでなん。原因でもちょっといい思いしてる。いい思い、いい飯ばっか食ってた。ああ通気学とか可愛いことがあった。あ、ここから増えたん。はい、パソコン中にとか。はい、その時の会社に始まってました。お前がなんでそんな女のことをやってんだよ。多分、はい、童貞だってドイちゃんよりはマシだろって思ってたから。そっか、やっぱ幸せになるとそうなるよ。いい思いしないんだと思いますよ、俺は。あ、どうじゃない炎上が。炎上がね、やっぱり。また燃えるよ、早く。まだ俺らを焼肉連れてって、食わさないムーブしろよって。お、お。どうでした？ちょっと、みんなじゃあちょっとあの、触りやって。どう？みんなどう？どう？またどこ、どっか行ったな、これ。え、どこ？どこだって。つけてくれ。